はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコンイン、インスタリアム、リップル、エイダー、GMT、GM とは6名柄、チャート分析していきますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いいただけたらな、というところではございますが、本日がですね、6月の27日ですよ、もう。えー、週明け月曜日でございます、えー。時間がですね、午後12時40分というところでね、ちょっといつもよりも遅い時間に動画の撮影となっておりますが、えー、今日もですね、変わらず皆さんに元気と、 勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということでですね、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ち情報を日々日々配信しておりますの、ね、で、今日の動画を見て参考になったな、ためになったな、面白かったななんて思っていただいたそこのあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとはベルマーク通知をオンにしてで,ですね、チャンネル、そして動画の 応援をしていただけたらなというふうに思っておりますよということで、早速ね、今週もやっていかなあかんない言うる次第でございますが、えっとですね、この時間に動画をね、撮ることになってしまったのはですね、えー、もう明らかにですよ。 えー、朝からウォーキングいた結果、えー、バテたということですね。はい、えー、遅くなりまして申し訳ございません、えー。この時間になるとですね、どうしてもこう、昼休みに動画を見たかったのっていう方たちのね、えー、視聴回数を逃してしまうということでね、二重区でございますが <laughs>、えー、そんなことは気にせずに、えー、今日も今日とて元気よくね、チャート分析していきたいなというふうに思ってます。えー、っとね、あ、そうだ。 一応ね、あのー、ずっと告知してたので、えー、お伝えしておきたいなと思うんですけど、えー、WSRT、えワールドシリーズオブトレーディングですね、バイビットの、えー、世界大会、トレードバトルの世界大会がですね、なんと、日本時間の今日ですね、えー、今日の、えっ、ー、とね、今12時だから6時ぐらいかな ?6 時、7時えぇ、何うんね？にゃうんっていうね、えー、もう大会まで後って出てますけど、あと6時間20分。なんで、あ、そうか、7時やね、19時から、ね、19時から開催となりますので、皆さんね、えー 参加登録。まあ僕と僕のチームじゃなくてもいいよ。えー、個人戦でも何でもいい。えー、スピードミッションでも何でもいいけど、まあ、参加した方はですね、えー、この夏の祭典、まあ一緒にね、楽しめたらなという風に思います。まあずーっとね、あの、注意点を促してきたので、もうそれをね、理解した上でも皆さん参加してると思うから、まああえては言えへんけど、あ,あえて言っとこう。まあ0100の戦いになります。はい、溶けてもしゃあないっていう気持ちでね、はい、やっていただけたらなという風に思いますが楽しんでいただけたらなと思いますが、まあ一応ですね、チーム、えー、紹介しておきますが、ユーキーズですね、なんと、 えー YouTube のみの告知。ね、一回ね、ちょっとツイッターの方で告知はし、僕はしてないんですけど、あの、バイビットさんの公式のね、ツイッターアカウントが、ね、あの、勇気のこんなチームができてるよ、みたいなことを言ってくれたから、まあ、それが告知と捉えられると、いやいや告知してるやんけって言われてたけどえ、僕からは告知、告知してません、ね。それにも、あの、リツイートもちょっと前やってんけど、もういいねしか押してないから、ね、一応ま、あ僕のね、宣伝してくれてんのに、僕はいいねせんわけにもいかんから、いいねはしましたが、えー、特に告知もせず、ですが、なんと、ねえ、 あの、俺、我こそがタッチャンだと。ね。呼吸を止めて一秒、あなた真剣な目をしててャラっていうね。しててャラっていうね。あ、もうそこから何も言えなくなるの。星くずロンリナンス、タッチ、タッチ、そこにタッチ。ワオっていうことで、もう皆さんもう俺がタッチだと。じゃタッチじゃない、俺がタッチャンだと。俺、お前は南だと。 お前を腰に連れてってやろという方だからですね。なんと30人も集まっていただきまして。え一応チーム見とこうか。えこんな感じ。まあ、えっと、いくさん。ね。えホテルニューハワーチーうん、えー、あとそうや。あのね、僕のチームは、あの、できるだけ大会参加中、大会のえと開催期間中は、あの、神セブンね。あの、トップ7位まで。 は、お名前ね。発表しようと思ってます。まあ一応ね。僕がね。こうやって参加してくれって言って参加してくれてるから。まあ一応僕も盛り上げ隊長としてね。やっていかないといけないので、えー、7位までのお名前は呼びたいなと思ってるんです。はい。なので、あのー、僕のまあ、あの最初にね。もう何な,な？僕が告知する前に78人登録してくれたから、もしかすると僕のチャンネル見たことないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで。まあその方はまあ除外するとしても除外というか、えっ、ー、とーまあ、見てくれてないと仮定したとしても、えー、まだメールアドレスの方、このニックネームのところね。 あのアットマーク、あのコメコメ、チョメチョメ、チョメになってる方はですね、ぜひあのこういう感じで名前か、えー、変えることができるので、マイページとかでね、ニックネームっていう形でもう何回変えることもできるから、あのこの、えー、WSOT 期間中だけでもいいので、こういう感じで名前ね、付、えー、けていただけると、紙セブン発表するときに、あのー、お名前呼びやすいので、ぜひですね、えー、お名前、えー、変更しておいてください。メールアドレスやとちょっとね、あのー、ご紹介しにくいので、ね、よろしくお願いいたします。はいで、えー、とー アップアコちゃん、えー、日本日本のこれね、ミ本のブルボンにしか見えへんの俺。俺、えー。日本の人、ね、え秀、ー、夫さん、ねえ、さんちゃん、えー、ニトロ、ねえ、これちょっとメールアドレスが飛ば,飛ばします、ごめんなさい。あのー、メールアドレスの方はニックネームに書いといてもらえたら名前呼ぶからね、必ずね。はいえと、えと、ー、えとチラスさん。 シグルさん。シグルさんね。ウラメシアさん。ドラゴン11号。結構ね、見た名前がね、何,回何個か何名様かいらっしゃるので、多分何,何回か参加してくれてる方やと思います。はいえー、リーん・ジミンちゃん、ね。ちゃんねマッタンちゃん、えー。ノブちゃん。マスちゃん。えー、お、のりあこちゃん。 ねえ、えとちゃん、きゅうちゃん、けしちゃん、えー、にゅる、にゅるいいね。えー、みゅみゅみ、みむみむみむちゃん、ねえ、たくちゃん、えー、くろまるさん、えー、きゅうちゃん、ともひこさん、ともひこさん。ねえ。 えー、マットちゃんということでですね、えー、このえー、僕をふ含めて31人で、えー、この夏の祭典、えー、WSOT を戦っていこうというふうに思っておりますので、もう全然あのー、溶かしてもね、あのー、何の音さ、あのー、音が目もございません。はい。あの、全力で戦っていただいて。だからもうこれね、もう2つ種類やと思うんですよ。 あの、もう、いつも通りのトレードして、ね、結果残したらラッキーって考えるか、えー、ラッキーというか、結果残すタイプの人と、もう、0、100、もうフルスイングで振っていって、もう、初日に0やんっていうね、マイナス100やんっていうね、えー、方もいらっしゃったりするので、もう、フルスイングでいって、えー、あ えー、一日で退場という方もいらっしゃったりするので、もう本当に0100の勝負をするか、もういつも通りのトレードをするか、もうこの2種類だけなので、あの、それはもう皆さんにお任せします。で、もうとかそうが、ね、ちゃんとね、あのー、神7に残ろうが、それに関してはもう僕のチームに入ってくれたっていうことだけでね、僕は感謝感激雨嵐嵐、えー、嵐、嵐、フォードリームなので、フ、え、ォードリームしていきたいなというふうに思いますので、ぜひですね、えー、この夏皆さん一緒に、えー、最後まで。 ただい抜けたらなと思います僕も途中でね、マイナス100で、僕も追加入金する気は一切さらさらないので、えー、マイナス100、えー、もうや0%になった時点、ゼロになった時点で、えー、退場と僕もなりますので、えー、皆さんね、この夏は一緒に楽しめたらなというふうに思います。はい、ということで、えー、告知もさながら、えー、そのあたりでね、終わっておきたいなと思うんですが、もう実はですね、 もう僕が言いたいことはもうね、僕のこの喋ってる間のこの左のが皆さんから見て、えー、向かって左側のチャートの部分にですね、もうほぼ答えは書いてたので、もうここでもう終わってもいいです。<laughs> もうね、あの僕の告知を聞きながら、あ、今日勇気はこれが聞きたい、言いたかったんだなって分かってく,分かってくれた方はもうね、あの大体同じこと言いますから、えー、ここで動画終わっていただいて全然構いません。<laughs> 構いやし、構いやしません。<laughs> はい、なのでもう好きにやってください。<laughs> もうここからはこの今皆が見えてるものを改めて 再度ねあ、わ、分かりやすくなるのかどうかもわからへんけど説明していこうかなと思ってます。はい。ということでですね、えー、早速、えー、ビットコインのチャート分析からいこうかなと思います。まあ、だいぶ長々となりましたがですね、えー、チャプターつけておりますので、自分のね、好きな銘柄が決まってる方はね、えー、時間、自分の時間に合わせて、僕の動画はですね、自分に合って、あったように、フィットさせて、えー、カスタマイズしていただけたらなと思います。はい。では、えっ、ー、とね、僕が言いたいのはね、この4時間足の えっとね、このヘッダーのショルダーちょっとき、あのー、ちょっと意識しといた方がいいんじゃねえかなっていう形になってきたから、まあそれをお伝えしようかなと思ってます。はい。で、まあ一応左肩ができてきて、今頭ができてきてね、えー、あ、一応左肩ができて、ね、えー、頭が今、えー、経過中。で、右肩がこれからできてくる。まあこれはもうほんまに妄想ですよ。で、ただこの妄想がなんでこういうふうにできてきたかっていうと、まあそれはまたね、落とし込んでいくけど、えー、期間的にはですね、えー、左肩、えー、想定のところが、まあ大体4時間足の18本。 ローソク足がね3日間ぐらい、えー、なってるのでまあ、右肩も同じような期間を作ってくるんじゃなかろうかと。で頭に対しても、えー、22番、えー、22本のローソク足で4時間足でね頭作ってきてで同じような、えー、時間軸を作ってくるんじゃなかろうかというところですね。まあ、どっちみち2万割れたらもう下目線強めるしかなくなっちゃうのであーのーある程度 えー、戻ってきたところは打っていくという、えー、手法で基本的にはいいのかなと思いますが、えー、それ以上にですね、ちょっと下に、えー、見えるなーっていう感じのチャートパターンがね、あのー、各所で出てきてしまってるので、まあ、そこに関してはこのヘ大きなヘッドショルダーもちょっと警戒というところでございます。はい。なのでもう今の構図としては、もうこの右肩下がりの弱い逆三層対、対ね、 あのー、上から三尊ですよ、えー、上からマリコみたいなもんですよ上からマリコですよ、うん、サディスティックなやつねよ、うん、なので、まあ、上からマリコ上から三尊えー、まあ要は逆三尊対三尊みたいな形になってくるんじゃないかななんていうふうに思っておりますはい、まあ、そこだけ僕は今、えー、大きく見るとね、えー、考えつつ え短期的ななととととここころろに落としていううかなというところですでまあ今日を含めてまあもう少したらね月き足も固まるんですがもうこのままあの価格帯付近で月き足が固まるのであれば全然下げ止まりの雰囲気は出てないので僕の中ではね、うん。例えばやけど 今月、あと、まあ、4日、3日、4日、ね、3日、4日、3、ぐらいのね、3日ぐらいで、3万とかまで戻してるんやったら、えっと、相当ね、突き足が下髭の長い陰線であったりとか、まあ、3万2千まで戻したら陽線になったりすんねん。けど、まあ、そこまでいってるんやったら、おおってなるけど、今の形、今の大きさの陰線が固まるんやったら、 まだもう一段下落ちてもおかしくねえんじゃねえかと。それこそもう一回ね、下に振る。要は、次こそ下髭を長くするための、一旦大きく下げて、もうそれこそセリクラですよね。セリリンヌルルンルンルンよ。ルルンルンルンヌルン。ルンヌルンルンルン。んがうんがうがするんですね。あの、セリン、セリクラ、セリングクライマックスね。はい。え、が来るんじゃなかろうかという感じになるので。 まそこはもう本当になってみんなわからんけど。まあ、とりあえずこのままで固まるとあんまり突き足のいね、形的にも、ま、よろしくはないのかなというところですね。はい。で、ま、あ短期的に見ていくと。はい。で、ちょっと一回これ見にくくなっちゃうので、もう覚えたね。この3層覚えたね。形ね。はい。で、この期間も消すよ。まあ、またみんなで引いてみて。あのー、みんなが自分で弾いて弾けるようになるっていうのが一番大事だから、勇気ど、どんなことを考えてるんかなと思って自分のチャートに落とし込んでいってみて。うん。で、えー、綺麗にね、引けたらいいと思うし。はい。まあ、最初は汚くていいんですよ。 はい、で、もう消して書いて、消して書いて、ね。あのー、乳首ドりる自分でやったらいいね。うん。と思います。はい。で、まあ一応これ4時間足がそんな感じで見てると。で、なんでそこの、えっ、ー、と、そこの形にたどり着いたかっていうと、1時間足のここですよ。よいしょ。ちょっとね、チャンネルをね、下方修正して、プラス、若干ね、書き換えました。えっ、ー、とね、どんなチャンネルを昨日、えー、先週か、えー、ライブ配信やったかなと思うねんだけど、弾いてたかっていうと、もうちょっと覚えてないねんけど、ここかな 違うなちゃう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 ここやこんな感じのねチャンネルを引いたんですよね確かね。 ここのね、この上に合わせてみたいな感じでチャンネル引いてたんですが、まあ、それをちょっとね、若干下方修正しました。で、えー、まあ今回のこの下落に対して、えっと、ラインをね、再度引き直したところ、を、えー、再びですね、効、えー、いているポイントっていうのが出てきたので、そこをまあ、まあ、えー、見ていますよというところですね。はい。まあ、下に対しては加減2点なんですが、えー、中央線もめちゃくちゃ効いてるんですよね。中央線も効いている。 でえ、上に対しても若干のね、ヒゲの上抜けっていうところはあるものの、え何手もね、抜けようとして落とされているようなポイントにもなっているというところ。で、プラス、これを見つけたポイントとしては、なんか、あのー、違うチャンネル引けそうだなっていうのをね、直感的にピピピッとえ感じてね、ここで引いたんですよね、僕。この高値に対して、この高値とこの安値に対して、チャンネルを引いたら、まあ、ここが中央線だったわけですよね。その時のチャンネルのね、中央線。じゃあ、中央線がね、確実にめっちゃ効いてたんですよ。 あれめっちゃ中央線効いてるやんっていうことでえ、一旦再度ね、引き直して今の、えー、この小チャンネルが出てきたわけですね。大チャンネルを引いたところ小チャンネルが出てきたと、えー、いうところで今このチャンネルを見ておりますよっていうところです。はい。で、えー、そっからですよ、えー、ポイントとしては、えー、さっきの4時間足の大きなね、3ゾーンになるかもしれないっていう答えにたどり着いたのがここですよね。この1時間足レベルで見た時のこの3ゾーンがちょっと気がかりになってくるなっていうところですね。 うん、今、えー、左肩ができてます。で頭ができてで、えー、チャンネルの加減いっぱいでこっから反発したとしたらまあちょうどチャンネルの中央線ぐらいですよね。要はもう完全に裏タッチですよ。こんだけ効いてるチャンネルの中央線の裏タッチは抵抗されるかもしれない。そうすると直近の要は左肩想定の部分と水平線引いてみてください。ちょっと今損んたく入ったけど線がね。 うん、あのー、無意識で入ったけどね。うん。あのちょうど中央線の水平とこの中央線の、えー、交わりね、えー。デュークラインですよね。デュークラインに対しての抵抗が見れるかもしれないと。えー、でこうなってくるとこのチャンネルの加減もう一回試しに来るやんと。でここ割ってくるんやったら結果的にこの頭三尊ですよね。頭三尊できるやんと。三尊ができるやんと。三尊ヒガキドゥーザヒササコンサニグラ ファァファファ,ファーができるやんというところで考えるとこのサイズ感の3ゾーンイコールここまで落ちるやんとえいう、えー、計算ができるわけですね。そうなってくるとこの3ゾーンできますえじゃあここのネックライン2万ドルまで来ますそしたらここのネックラインに1回反発しますのここまですべてひっくるめてさっきの4時間足のね。 ウィッシュ。<laughs> 急にウィッシュで。ごめん。だいもう急になんかわからんけど、ウィッシュ出てきたけど、大悟さんのウィッシュ出てきたけど、あのー、ここまで、えー、何も勇気ってね、考えてないように見えるやん。考えてたんですね。うん。なんとなくのお絵描きじゃなくて、こっからこうなったらこうなって、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 こうなるかもしれないなっていうね、えー、ところまで考えた上で、えー、先の4時間足の三層が出てきたというところですね。ただ、 これはさっきも言った通り、あくまでね、あのー、右側をね、予測してるだけなので、そうなった時は、そのパターンにはめ込んでいって、シナリオを作るだけなんですが、このままですね、例えば中央線ぶち抜いていって、そのままね、上限いっぱい、例えば22,400とか、えー、この辺まで行くとするやん。で、えー、ここで抵抗された場合は、結局、えー、上昇チャンネル、まあ要は上昇トレンドですよね、になるので、えー、1時間足レベルであったりとかね。 にはなるので、例えばいいけど、ここから、えー、はたまた、えー、2万3000とか4000ぐらい付近まで、えー、上、上値落ちっていうのは出てくると思うので、そこに関してはしっかりとね、あのー、 この、例えばやけど、僕の中ではね、一時間足のこのチャンネルの中央線、上抜けからは、多少の上値予知っていうのは狙っていってもいいかなと思ってるので、短期的なね、短期的な上値予知っていうのは、えー、ロングで狙っていっていいのかなと思ってるから、そこに対してはしっかりと柔軟に切り替えていく。頭の切り替えポイントっていうのは決めておくべきかなと思います。だ僕のえっ、ー、とトレードとしてはですよ、基本的には、えっ、ー、とどこまで自分のえっ、ー、と考えてるチャートパターンが否定されたら、えー、次のチャートパターンに、えー、自分に当てはめていくと、シナリオに当てはめていくっていう形、えー、が、基本 的なな、えー、作り方ののでシナリオのね僕の作り方なので、えー、そのあたりを見つつですね、えー、皆さんのシナリオ作りに落とし込んでいっていただいて、まあ、これはあくまで僕のマイルールやから、皆さんの自分のね、トレードスタイルだったりとか、マイルールがあると思うから、それに対して、まあ、僕のし、えー、少しのね、目線、まあ、スパイスとして、こういう感じですよね。 ここを塩で、ここで塩をパラパラってするみたいなね。あの、ちょっと流行った昔。だいぶ昔やけど。もうこれぐらいの塩のかけ方。もう僕の、まあ、チャート分析はスパイスぐらいで考えてもらって、え皆さんの、えー、チャート分析にね、お役立ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずちょっとね、ここの形が気になる。まあ、ただこのチャンネルを割らないんやったら、えー、上昇チャンネルっていう形になるので、えー、チャンネル内になれば、えー、まだもう少し上値落ち。まあ、2万2、3千、えー、3千かな。 2万2400っていうところかな。はい。この辺りまでの上の余地は出てくるかなというふうに思いますので、まあ今はどっちかっていうとロングの方が打ちやすい。チャンネル加減ね。加減のロングの方が打ちやすいかなと思います。はい。ただ、ここをわってくれたら、えー、基本的には戻ってきたとか売打っていくような形で、えー、2万ドルまでの、えー、ショートっていうのは積極的に取っていった方がいいと思うし。なので僕の中ではこの1時間足のチャンネルを注目しながら、えー、さっきの4時間足で、えー、思い描いたね、3尊とかっていうところは、えー、警戒しながら、えー ある程度この逆三層っていうのはまだ生きてるわけやからそこに対しては例えばやけどこのチャンネルのチャンネルってねこの青いチャンネルがあると思うんですけどこの裏タッチに対してはやっぱりね一旦裏タッチングロペスのパンパースガイを狙っていきたいしはいっていうところも考えているのでこの辺りはねいろいろ複合しながらはい、えー、皆さんのチャートパターン、えー、シナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますはいそんなところでね はい。なので、まあちょっとね、えっ、ー、とー、難しい。また、ま,また、また難しくなってきたけど、まあ逆に僕はこれぐらいね、あの、いろんなチャートパターンで、できてきてくれた方が、えー、チャート分析してる分にはね、すごい楽しいので、はい。まああの、難しいけど、楽しいなっていう感じです。はい。<laughs> それはもう僕の関数です。<laughs> ただのね <laughs>。はい。では、続きましてが、イーサリアム。まあこれに対しても、えー、ほぼほぼ答えはもう先に書いておきました。よいしょ。まあこれはもう一緒ですね。よいしょ。ビットコインとほぼほぼ一緒。 4時間足の、えー、この形は警戒。で、えっ、ー、と、イーサレムに関しては、えっ、ー、と、チャンネルっていうものは、えー、僕の中ではあまりこう、ビタッとくる、これやっていうチャンネルは弾けなかったので、またね、あの見ときますけども、えー、現状ですね、見えなかったんですが、基本的な形は一緒。なんでかっていうと、もうここですよね。もう今、ここですらもう見えてるやん。もう、妄想できるやんっていう感じの形作ってきてるやん、こいつ。この、この形ね。 そしたら、ここが頭にあって、この形。から、次は右肩水準で、えー、ちょうどですね、この、ネックラインが左肩水準なんですよ。このね、ここ。レジサポ転換してるやん。ほんなら、もうここ下抜けてもうて、一回反発したとしても、もうこんなとこ落とされるんですよ。ふふふふ。これはもう妄想やで。ここから先妄想やで。はい、妄想やけど、落とされるんですよ。そしたら、もう三蔵なんですよ。もうほんならもうニブラなんですよ。 はい。そうなってくると思うので、まあ、こに関しては警戒しとくに越したことはないかなと。まあ、この形になるとしても、まだ、えっ、ー、とー、3日3日の6日間ぐらい、あと1週間ぐらいかかるから、まあ、こうなるかどうかってもう答え合わせて1週間後にしかできひんし、こっからね、例えば、三尊を、 否定するここがダブルボトムになったりとか、一回3ン肯定するけど、このね、さっき言ってたこのビットコインと一緒ね、この逆3ンのチャンネル、黄色のチャンネルですね、の上限で裏タッチをしてきて、で、今度ここですよ、ここは廃盤になるから、これビットコインもトレースしといてや。えー、さっき言ったみたいに、えー、チャンネルの裏タッチですよね。えー、青いチャンネル、ビットコインたら青やったかなうん、のチャンネルの3逆3ンの、えー、上限の裏タッチで、今度ネックラインを えー、上抜いてくる否定する形で、が出てきたら、ここはもういやと思うので、いというかロングでポジション取れる、えー、パターンの、えー、ブレイクアウトだと思うので、ここは狙っていきたいし、もしここで抜けてった後のここの裏立ちで、ね、は、もう勝ち、えー、勝ち、勝ち角じゃない。勝ち角って言ったおかしい。今何て言おうのと思ったか忘れたけど、裏立ちの別のパンパスいを狙っていきたいし、っていうところなので、えー、このあたりは、えー、シナリオ作りね、えー、 組み込んでおいていただいてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。なのでまあそこだけです、見てるのはね。もう基本的には一緒の形なので、あの、一緒の形というか一緒のパターンで僕は見ておりますので、まあそのあたりを参考にしつつ、えー、価格代はですね、イーサリアム独自に落とし込んでいくっていう感じかな。はい。で、一応まあ、一、えー、時間足レベルの3層のネックラインがまあ1170とか、えー、ぐらいかなと思ってるので、ここを割ってくるのであれば基本的には、えー、下目線。 かなと、チャンネルの裏立ちは見るけどね。うん、見るけど、基本的にはこの3ンが決まる、もしくはここのネックライン直で割ってくるみたいなところは、基本的には一旦ショートも取りつつ、サポートを見て、ショートを利確して持ち帰るみたいなことも実さない、覚悟のポイントになってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、まこのあたりはですね、ぜひ参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。 そのところ。では、えー、そのまま、えー、リップルちゃんいきます。リップルはね、えっ、ー、とー、全く違う形を、えー、模してきておりますよ。はい。もうこれよくあった、あるんですよ。リップルに関してはね、独自の形を築いてくる。で、一人だけピューンって跳ねたと思ったら、一人だけ全値戻しでドーンって落ちてくるみたいなもんよくあるので、まあ、それに関してはもう本当に、まあ、一番、期待を、 いい意味でも期待を裏切って悪い意味でも期待を裏切ってくるのがリップルやからそこはもうえー、と、理解した上でねトレードしなあかんねんけどまあどっちみちまあラインは効いてるっていうところはリップルが一番効いてると思うので僕が一旦ねえっ、ー、と0.3をまた試しに来るような下落を落としえー、起こすのであればえっ、ー、とね0.35ぐらいかな0.35割れから一旦ね0.3までの下落っていうのはショートで狙っていきたいなっていう部分にはなるんやけど今現状ねあのー と、ビットコインインサレムみたいにゾーンとか逆ゾーンとかっていうのがあまり見えない。うん。くて、今1時間足で三角持ち合いの形ですね。で、えー、4時間足で引いていた白のチャンネルがあるんですけど、これはもうずっと出してる、えー、チャンネル。これは下方修正も情報修正もしてません。ずっと出してたチャンネル、ダチって、て言ったらチャンネル。 もう可愛くてびっくりする。<laughs> もうね、もうみんな今聞きながら、あれ雪可愛いなってね、怖いな怖いなって言って、可愛いな可愛いなって言ってね、もういながら順次レベルに可愛いなっ,つってなったと思うねんだけど、あのー、びっくりする。<laughs> もう、どんだけってなったと思うねんだけど、えー、この白いチャンネルのね、えー、上限いっぱい、えー、まで今来てますので、えー、ここの上抜けっていうところが三角持ち合いの、この一時監視の三角持ち合いのね、上抜けっていうことにな,りなると思いますので、まあ、今度はこの上抜けた後のどこ狙っていくかっていうと、 一旦の押し目の、えー、チャンネルの裏タッチプラス、さっき言ってたね、0.35っていうところの水平線。まあ、直近の高値なんですけど、高値の水平線。ここの裏タッチっていうところは、えー、パンパス外、狙っていきたい。で、0.5ぐらいまで上値落ちが出てくるかなと思うので、そうなってくるとね、ここはもう狙っていっていいんじゃないかなっていうところで考えております。はい。そうなってくるとね、もしかするとこういう感じね、これが、えー、操作、えー、カップで、with ハンドル的なね、with ハンドルね、 ヘンデルで、ヘンデルヘンデルで0.5まで上がってくるみたいなね、カップイズヘンデルみたいなね、えー、形もチャートパターン的には、えー、お目見えする可能性もあるかなと思うので、まあ、このあたりはチャンスはね、拾っていきたいなというところでございます。ね、この今、一時関足で言ってた三角持ち合い、上抜けは、えー、押し目を0.35付近で拾って、で、えー、0.5を目指すような上昇っていうのは拾っていきたいなというところで、僕の中ではリップルちゃんはね、考えておりますので、えー、このあたりは参考にしてみてください。ただ、さっき言ったみたいに0.35終わってくれたら、一旦ね、ちょ 時の0.3 2 8ととかやと思うんだけど0から0.28ぐらいまでこの辺りの下落をしてきてでこっからは若干同じ形になるんやけどこの3ゾーンを、えー、見ざる、えー、言わざる聞かざるという感じになるんじゃないかなと思います。 はい、そうすると0.29とかっていうところがネックラインになる3層でいったんの下落ですねそれこそ0.16とかぐらいまでの下落っていうのは、えー、許容しないといけなくなってくるような形になると思うのでこの辺りは、えー、しっかりとケアしつつ、えー、警戒をしつつ上に対しての、えー、シナリオっていうのをもう持っとくと、まあ、いいんじゃないかなというところでございますはいリップルに対してはそんなところでは続きましてがエイダちゃん えい、ー、だちゃんがね、えいだちゃんもね、逆三ン決めた後に、今度はね、再びまた三ンが出てきて、えー、出てきそうだなっていう感じの落ち方をしてきてますよっていうところですね。まあ一応このトレンドラインは引けると思うので、まあこのトレンドラインは見といていいと思うんですけど、このトレンドライン割れるっていうことは多分ほぼほぼこの、ここからこう来て、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 こうですね。 の形になる可能性が出てくるのでまあここに関してはちょっとね警戒は必要なのかなというところですねはいでよえー、どうちょっと待ってやよねこうなってくるような感じにも見えるなっていうところなんですよねうーんただまあこのねまあ逆三層ではなダブルボトムっていう形になるのかな若干右肩上がりのダブルボトムに対しては一回じっ でねネックライン上抜いてるんですが、えー、200MA に抵抗されて4時間足のねで下落してきてるとまあなので、まあ、このトレンドラインこの青いトレンドラインねここはもう見といていいんじゃないかなと思いますここ割れたら3ゾーンに警戒、えー、する形を見とくと。 うん、ただ、まあ、このまま逆にね、ここをまたトレンドライン上抜けてくるようなことがあると、まあ、ある意味でこのね、200MA を上抜いた後っていう形から狙っ、ロングを狙っていける形になるのかなと思うんですが、200MA とかをえサポートに回したところからのロングっていう感じでいいんじゃないかなと思います。なので、今現状で、えー、ロングの方が、まあ、打ちやすいんですけど、 あまり優位性はないのかなっていう感じには思,思ってるので、僕は今のところのロングはあまりおすすめませんかな。はい。っていうよりはどっちかっていうと、このね3層を作った後のここの裏タッチをショートで打っていきたいし、もしくはこの 200MA、上抜けから、えー、押し目を買っていく方が優位性があるのかなと思うので、今はちょっとエ A ダは様子見かな。 うん僕の中ではね、どっちも言い切れない感じ。どっちにも言い切れない。まだそんなにチャートパターンがはっきりと出てきてないので、僕の中ではね。はい。なので、まあ、その、えっ、ー、と、ちゃんとしたパターンっていうのが出てくるまでは、一旦待ちでもいいのかなーっていう感じで僕は見ております。はい。ここがね、邪魔やったんですよね。ここがね、ちゃんとこのままネックライン上抜いて、ここで買いたかったなって感じですね。僕の中やったらね。うん、ここを買っていきたかったなと。 いうところなんですが、えー、にですね、以下押し目をつけて、まあ、このね、右肩上がりのダブルボトムを若干、ま、否定するような形から、一旦上抜けるも 200EM を押されてっていう感じなので、うーん、まあ、結果的にちょっと様子見かなというふうに考えておりますよというところでございます。な、まあ、とりあえずこの青いトレンドライン、我からは一旦この0.4748ぐらいかな、このあたりをネックラインでの3ゾーンっていうのは警戒しつつ、えー、 もし上抜けて、このままね、上昇トレンド、この上昇トレンドですね、を継続、4時間して継続できるやったら200、200MA、200EMA、このあたりを上抜けからのサポートを拾っていくで、十分間に合うんじゃないかな、なんて思っている次第でございますよ、というところでございます。えー、このあたりは参考にね、皆さんの視ル作りにお役立てください。はい、では続きましてが、最後二銘柄 GMT いきます。 えー、GMT がですね、えー、言ってたポイントですね。0.8っていうところを上抜けた後、えー、一気にですね、1.1ドルぐらいまで上昇してますね。はい。で、ここまで来ると、一応上値予知は僕の中では1.3までは見れるかなと思ってます。はい。で、ここからポイントは、再度、よいしょ、このね、0.8っていうところですね。0.8からまあ0.9ぐらい。ちょっとバッファー広めなんですけど、 ここを割らないことっていうのが大事かなと思ってます。ここを再度この白いゾーンね、この白いゾーンを再度割ってくると、多分また再びね、大きな下落っていうのを余儀なくされると思うので、え僕の中では0.8割れからはもう下目線強めていくしかないかなというところですね。ただ逆に言うと、0.9ぐらい、このあたりをサポートにえ、再度ですね、この4時間足の 200EMA ですね、の上抜けにトライできるんやったら、 やっぱり1.3ぐらいまでは、えー、到達するんじゃないかなというふうに思いますので、このあたりは押し目は拾っていきたいなという感じですね。このあたりの押し目は拾っていきたい。はい。で、0.9割れたら、えー、0.8ですね。割れたら、えー、損切りをしてもらって、えー、ショートに持ち替えると。下見線に切り替えるという感じで考えておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。 で、えー、例えばやけど0.7とかねぐらいまで落ちてきてしまうと結果的にこのね左肩からの頭、えー、右肩とこれに対しても三層という形にができて、えー、しまうかなというふうに考えておりますのでここに対してはちょっと警戒は必要かなと、はい、いうところでございますなのでもう一段もうちょっと落ちてもいいと思うんだけど0.91とかねから0.8ぐらいまでこのあたりは僕の中では えー、ロングポジションを取っていく構築していくようなポイントになるんじゃないかなと思ってますで上値予知でいくと、えー、0.1.3、えー、ですね、えー、ぐらいまでの上値予知っていうのは出てくるのかなっていう感じで考えておりますので、まあ、このあたりは是非ですね、えー、参考にしてみてくださいはいここね回帰できたの僕はでかいんじゃないかなと思うよねここね この高値の切り下げラインを上抜けた後ににしっかりと直近の安値は上抜いてきてるのでどっちかっていうとこの逆三層を期待したいなと思ってる感じ僕の中では今ねこの逆三層。 を期待したいなとというところですねなので1.3をいったん理確検討ポイントにして次の押し目を再度、ね、0.8ぐらいで拾えたら、えー、1.3をちょっと、えー、確認しつつ2.2、えー、ドルぐらいまでかなの上値落ちっていうのを狙えるような形になってくるので、まあ、ここはちょっとね GMT に関しては逆三増にちょっと期待したいかなというところでございますという感じでございますはいでは最後ジムちゃんジムに対してもね悪かねえかなと思うんですよね 悪くない形は作れ、ようやくね、作れてきたなと思ってます。はい。まあ、要は、ようやく三角持ち合い、持ち合う形まで持ってこれたっていうのが、僕の中では、ジムは、えー、好印象ですね。この形。この三角持ち合い。冷やしレベルでの三角持ち合いにようやく持ち込めた。ただね、やっぱりね、そんなに多分ね、今、トレードしてる人というか、えー、参入してる人が少ないと思うので、もう、ひげが長すぎてね、正直、つかみにくい。うん。ので、まあ、このあたりちょっと、 懸念点というか、にはなりますけれども、まあ、それでもですね、あの、ようやく、えー、高値を切り下げてるけれども、安値を切り上げてるっていう形まで持ってこれてるので、まあ、これをどっちに抜けてくるのかっていうのを注目ですね。これを上に。 上抜けできるのであればもう一段上目指せるやろうしそれこそ0.08ぐらいかな0.075まあ約0.08ですよね0.08ぐらいまでの上値余地が出るし、まあ、逆に言うとここを下抜けられるとまた再度ですね0.04とか3ぐらいかな ままでで落としててくくるる可能性が出てくるので、まあ、この辺りはちょっと警戒しながら、まあ、この三角持ち合いの、まあ、行く末を、えー、注目するという感じで考えておいてもらえれば、まあ、ジムに対しても、えー、特に問題なくですね、どっちに方向性が出てくるかなーっていうのは、えー、分かりやすく見てもらえるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺りをですね、ぜひ参考にしながら、えー、皆さんの、えー、買いタイミングとかに、えー、行かしていただけたらなと思います。はい まあ言ってたね、えー、日足レベルの 25EMA というところを、まあ一旦上抜けて上髭という形になってるので、今度ね、この上髭を回収しにくるパターンね、この形でもう一回、えー、再度ね、上抜けてくるんであれば、次の 25EMA のサポートっていうところは注目してもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、三角持ちは上抜けからは、えー、再度上ですね、0.08ぐらいまでの上、上値落ちを、えー、見ながら、えー、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。ほい ということで、えー、今日はね、この辺り以上で終わりたいなというふうに思います。今日もですね、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。えー、今日の動画がですね、参考になったな、ためになったな、面白かったななんて思っていただきた方はぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンとベルマーク通知をオンにして、えー、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。あとですね、えー、冒頭にも言いましたが、えー、本日の19時。 WSOT が開幕と、えー、なりますのでですね、えー、僕のチームメイトの方はたまた個人戦に参加してる方、えー、スピードミッションに参加してる方まあいろんな方いらっしゃると思いますが是非、えー、ですねこの夏の祭典を、えー、精いっぱい楽しんでいただけたらなというふうに思っております。 はい。という方で、え、もしね、ま、まだ参加できますよ。まだ参加できるので、え、まだ参加してな、参加するの忘れてた。今から参加したいという方はですね、動画の概要欄の一番、説明文の一番目ですね、バイビットの講座解説の URL をクリックしてもらって、タップしてもらって、え、講座解説をして、で、え、WSOP ページに、え、WSOP じゃない。それは、え、ワールドシリーズオブポーカー。え、世界のクロス、え、えと、世界の横沢見すぎ、え、えい、ということでね、え、見すぎましたが、え、WSOT、ワールドシリーズオブトレーディングの えー、ページをを開いいててててもらっっ、えー、参参参参加加加加要項んんでででね、えー、余剰式にききるなと思った方はまぜひぜひまだだせ、ま、いいしみくさ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。 チャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ